ヒップホップだから。はい。そうだ。はい。面白そうだよね。今までのないMCバトルだからさ。そうね。こんなことやっても面白くねえから。そのとおり。だからこういうことをやってみたいと思います。 Yeah, wow, hot sound, 会場それも伝わったぜ。だからこそまだまだ続く。
24小節32小節まだまだ100小節いっちゃうくらいの気合は俺だって持ってるぜ Yeah! Yo! OK! ちょっとビートの変な気が難しいけれど楽しんでこう、お前の笑顔がすげえ最高だよ。みんなに伝わってるはずだ、ヒップホップマジで最高な音楽。 Yo! アイドルとかじゃねえぞ、ヒップホップ今日はぶち込みに来たぞ。 Hey yo!16人がこの場盛り上げてきた。そっから最後に生かした4人を決めよう。みんながどんなついてこいよ。それぞれあんた間違いないアンサー。俺
ピン勝負その次より次しアマミスタークレイジーヘラ出せまたエリカナスよりもエリもまた聴きたくなったお前の歌がジョニーマーさっきのサイファー超楽しかったそら間違いじゃないわだがな今はバトだ殺しあったってこと忘れんじゃねえ俺はただやりていなどちらやべえかの競い合いだ B-Boy Park 最後に出るシンガー悪くねえかと思うんだわ俺はやりてえな E クイックビーツの上で V な E だ K 今は C が元気ないお前のスタイルに酔わないまだ楽しくないならば上げていこうか俺ら二人だだからお前はここで負けんだ俺のスタイルに崩れ去るんだI'm not afraid to die.
わよくば二人であの舞台を見たかったって後悔のねは一切残さねかっさだお生首どこまで行けるかまるで俺の舌長寿に合わせる魔法のからくり今日けどまだ俺には無理って母笑っとけ一生やるバカにつける薬はなんとやらなんとかかんとかやってきますわ今日先もないや今日は調子が出ねえとか自分の中と自分と飲んでるが喧嘩しただけど今日はここで勝つそしてまず一つだけコミット俺はこの今日の倍会場を絶対本戦で沸かせます Yeah お前では本戦で沸かせますなら俺はここでここ沸かします Yeah そしてお前もこいつらも胸と頭で欠かしますバカにつくれるバカにつける薬ないけど大丈夫ラッパーを作るピーコがある俺たちが作るグループがあるそういう話わけわかんないでも俺たちもこうやってやるインスタントじゃねえけどこれインスタントで売ってないけど補充だぜ安物じゃねえビーチじゃねえ VIP じゃなくてヒップホップだぜだぜなんて言わせねえ、yeah. ID の2次どっちでもいいんじゃねえどっちでもいいその気持ちは確かにあるけどだがしかし後ろに下がる足は持ち合わせたない俺の言葉はまだ聞かないいがらみしがらみ響かない言葉ばかりが並ぶ街中に俺はいた本当のところ見てんだお前らも俺のサイバーが見てえかっていうくらい転化するバーナー言葉は無限にゴーナー体が自然の摂取を伸ばしてきたこれがリスペクトでやった無限にある価値観けどまだ価値観じゃない魂を振るわうるさいよ3人目は Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands.
clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Say, oh yeah. Say, oh yeah. Say, hell yeah. Say, hell yeah. When I say B-boy, you say pop. B-boy, B-boy. When I say B-boy, you say pop. B-boy, B-boy, pop. To my ladies from this motherfucker. To my ladies from this motherfucker. チャンネル減るや回数それがやってるヒップホップマナーわかる So わかなるでも俺らが中心気が立つのさカップからずっと情熱の間いやいや冷静と情熱の間行ったり来たりの4時間ぐらい俺によこせよ狂言のタイマーいやいやビートとライムがあればそれで十分乗っかれるもしくはぐるぐる回ってくるジャンプつんか頭の中ぐるぐるなったところで出てくる言葉それがヒップホップだったから来週じゃないさ来週くらいにある B-boy さんの本戦俺だって憧れた1997年から20年続いたイベント最後トリを飾るにふさわしいのは誰かこの場だけだねこの場にいるみんな8月6日予定を空けておいてくれ勝てない、うん、そんな中勝ってきたのがこの4人ってことだよマジで超面白い4人が揃ったね ID そしてバトル手裏剣シュリちゃんそしてノブシそしてワンホースローそして5人目がサイモンジャック、サイモンジャックは1回戦で負けたぜボディータッチなしだけどやっていいか
というわけで、ビーボイパーク切っちゃってるじゃん、切っちゃった大丈夫でしょうかというわけで、ビーボイパーク8月の6日渋谷ハーレムで本戦がありますんで、ぜひ楽しみに来ていただきたいと思います。まだ言いたいことある人いる？チェキ以上です。ルール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